日常運動の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのチキンと卵のサラダを食べたいと思います。シンプルな組み合わせにして、他のもチラチラいますけど、チキンがそれよりも多めになってるんですね。その分ちょっとお値段も張りますが、それでも美味しそうですね、この親子それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。スタンバイできました。ではいただきます。卵は見てわかるんですけど、お肉も野菜も思ったより量が多く満足感、食べ応えがあって美味しかったです。和風ドレッシングとも程よく合っていましたね。ドレッシングがお肉にもかかるので、それもまた良かったです。また新たなサラダの美味しさを見つけられるような気がしますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。